ミスタイムさん、こんにちは。なんか、巷ではね、盛んにオンライン飲み会っていうの流行ってるみたいですね。でも私たち男塾のメンバーとしてはですね、オンライン飲み会ぐらいじゃちょっとね、やってらんないですね。ここで一つね、オンライン焼肉っていうのはどうでしょうかね。この、まあ、妙な企画に、まあ付き合える方ってのはほとんどいないと思いますし、こんな発想する奴もいないと思うんですけども、 オンライン焼肉で頬張りながらプロテインをまた飲むというねこのスペシャルなメニューでまあ筋トレ対談もしくは雑談小話そして大好きな映画感想レビューこういったものとかねえあとは使ってよかった機材使わなくなっちゃった機材こういったものもまるっとねお話できたら面白いんじゃないかなと思っております まあ今ね、私が食べてるのが、いきなりステーキのこのお肉なんですけども、これね、おととし、仙台に行った時にふらっと立ち寄って、あの、1キロをお願いしたんですよ。1キロお願いしたら肉がないって言われて、まああるやつだけお願いしますって言ったら、700グラム。 7 0 0ムいただいて、1ム1円だったんで、これ7000円ぐらいのね、ものだったんですけども、まあ食べ応えがありましたね。これ見てください。これはすごいでしょこの厚み。もう中ね、ほとんど赤いんですよ。で、食べてるうちに冷めちゃったんで、鉄板を入れ替えてもらってね、もう一回厚くして食べたんですけども、このオンライン焼肉会、オンライン焼肉会ね、すごく楽しみじゃないですか。よろしかったら、またご返信ください。